1948年、加藤世知10月2日平成元年3月29日は、日本の科学者、理学博士、日本の女性科学者の草分けの一人、元理科学研究所主任研究員、上野学園大学名誉教授、山形県東田川郡三河町名誉町民、北海道帝国大学発の女子学生、ホイコの黒田地下に続く、 日本人三番目の女性の理学博士、理科学研究所発の女性の主任研究員、有機物質の分校分析等に、顕著な業績を残す。徳川家光時代に開役された熊本藩の第二代、藩主、加藤忠宏の末裔とされる、山形県東田川郡、押切村のメーカー、加藤与え自在モニア本家の三女として生まれたが、聖火の破産と父の死去により、 在学中の山形県立鶴岡高等女学校を3年時に中退して山形県女子師範学校に移る。女子師範卒業後は小学校教師として一時掛けを支え、ついで東京女子高等師範学校に進学する。東京女子高卒業後は高等女学校の教師を務めながら、1918年に北海道帝国大学に 全科目理修戦科生として入学。苦学の末、結婚後は理科学研究所に勤務し、在職中の昭和6年にアセチレンの重号を主論文として京都帝国大学より理学博士号を授与される。1歳の時に被災した省内地震で兄を亡くしたため、婿を迎えて家督を継いだ。夫との間に設けた子供のうち、長男は太平洋戦争で戦死。 残った娘は嫁に出したため、聖地の家計は耐えることとなった。ありがとうございます。